このゲームはセーブできません。このゲームには音声がありません。ほぉ、恐ろしいこと書きますね。おうきおき実況プレイ始めていきたいと思います。横スクロール型のホラーゲームらしくて、妹を追うために探索するらしいですね。やっていこう。エンディングは一種。扉に入ったり物を拾ったり。オッケ k オッケえ、BGM ないのすっげー怖い。やっていこう。40分ぐらいで終わるゲームらしいですね。物を拾ったり、物を選ぶ。物を使う。 へえー、これどうすりゃいいんだそもそも。こいつを。ものを拾う。ZC。ものを選ぶ。ZC。C。選べたりはしない。あ、なんか拾えたりすんのかなあ、木の枝を拾った。木の棒。え、これ使えたりすんのかあ、戦えそうだな、これで。追われたりするみたいっす。音声ない。あ、木壊せんだ。 相殺したた日前妹が行方不明になった買い物に行こうと歩いていたときにいつの間にか姿を見失い。辺りを見回してもどこにもいなかった。必死に周辺を探し回ると見つけたのはこの建物だった。今日この中を探索することにした。この中に妹がいるかは分からない。ただ少しでも可能性があるなら諦めることはできない。熱くなってない、お前。知らない人の館かなんかなんじゃないの何としても妹を見つけ出す。 本当に妹それ。セーブができないってのはさ、どういうことなん何これ。誰かのメモ。街外れにある無人の館。自己紹介してきた館側が。そこにはお化けが出るという噂があったりもするがそれより。この建物の周辺は行方不明者が多発しているため、立ち入り禁止となっており。中がどうなっているかも明らかになってない。 なので、この建物の中を調査し、気づいたことをメモに書き留めていこうと思う。ここに来た目的は調査ではないが、やっておいて損はないだろう。なんだ、そりゃ。えで、そのメモが置いてあるってことは、そのメモを書いたやつはもういないってこと。死んでしまったってことなの。怖い怖い怖い、怖いゲーム。でもお、音がないホラーゲームって初めてやるかもな。ホラーゲームって大体音で遊んでくるもんね。遊んでこねえんだ。遊んでこないタイプなんだ。暗。 何これ何これ何これえー、三月、差が、なんだろうね。調べたりはできないのか。登れる暗、ここは暗証番号みたいなカードキーがかかってる。何これダメージを受けたぞ。なんだこれどうすりゃいいんだ俺は一体。いやー。 何をすればいいのかわからんぞ。スポンジを手に入れた。スポンジで戦えるのかなこういう時ってスポンジで戦えるのかいあ、分かった分かった。そういうことか。スポンジを使うんだ。あの、さっきの。ここでしょえい、こすってやる。お前みたいなつは違った。<laughs> じゃあ何よ、スポンジの使い道って。戦えるわけじゃねえよな、こいつと。お前、スポンジで汚れのように落としてやるぜ。 ってわわけでもないわそっかそっかじゃあ何このスポンジって心もとないんだけど戦うにしてはおまたあったな誰かのメモに人が住んでいないのに電気が通っているのはなぜだろうと思い調べてみたところソーラーパネルが使われてるらしい発電量は物足りないが部分的に照明をつけておいたあとところどころに青紫色の物体があるのを見つけた近づくと息苦しい本当は触らない方がいい物質なのだろう おーどういういことお前はどこに会いてえよ。お前に会いてえよ、俺。とりあえずスポンジ装着して、これ何えスポンジでなんかできるわけでもないのえ、じゃあ何もうスポンジパート始まってんのえ、スポンジでこうするような展開あったかえい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 。えいえい。いや、無理だよな。<laughs> どうすんの スポンジ使えそうな場所あったかもう帰ってもいいのかああ、お風呂場といえばスポンジ。スポンジ、水入りスポンジになった。ほう。あこれで、汚れを落とすのか。謎解き始まってたか。987。ああ、オッケー、スポンジもなくなっちゃった。いや、スポンジさ、心もとないけど、あるに越したことないよ。何か手に持ってたいもん。上上がれる。これは あ、またなんか鍵がかかってる。いや、音ないって怖えな、本当に。あ、なんだろう。うわまたこいつらで行きさ、なんか立ち向かうってこういうことなのか、追いかけられたりはしないのかなあいつらがいるってだけのゲームなのかなハサミを手に入れたらラッキー、ハサミで切ってやるぜあ、で、さっきのあの、テープみたいなところ切れたりすんのか。えいえい,いや全然ダメ。<laughs> よし、行こう。 さっきのあの下のテープみたいなのつきるんだよね。あの紫色の化け物みたいなやつはどうやって倒すんだろう。ええ、いあ、ハサミもう一回使うとなんでなくなっちまうんだよ。うちだ。えな、え、に今の空間。今の空間何なんかあんのじゃあこの空間に。なんもねえよ。おい、一体どうすればいいんだよ。ええ、結構よくわかんねえ。うわあなになになに 地面こんな風になってたえ、ちょっと待って、ちょっと待って。え、知らん場所に来てる、知らん場所に来てる。いつの間にか。あ、なんか、これで階層が分かれたとかそういう話なのか。え、どういうこと、どういうこと。ここは、さっきのメモの場所だよな。で、ここは、何もないベッドの空間。なんかある。 ここ入ると何これこれも何傘を手に入れた。えいえい。まあ、傘は確かに戦えそう、ちょっと。<laughs> 何この床の。え、やばいんだけど。えい。あ、もう下には降りさせねえよってことか。傘でどうする開いた方がいいんじゃねうわああ無理だ逃げよううわ来てる来てる来てるあ、だからか。だからか、そういうことか。 体力は回復するんだ。負ける。俺は負けるよ、絶対に。これ来るだろだから、こここうして、入って、ああ来てる <laughs> こっちから出ればいいだけ。なんだいや、後ろが見えないってのが、ね。進行方向しか見えないってのがきついな。で、こっち側行っといて、もうちょっと、先進むか。いや、ここちょっと待って、傘で、なんとかできた。よしで、で、で。 これは目も読んでる時間大丈夫 ?4 階には書斎のような部屋と怪しい仕掛けのある空間があった。書斎の方には異様に使い古されたノートがあり、気になって手に取ったらページが一枚破れてしまった。何について書いてあるのかもわからない。怪しい仕掛けの奥に何か重要なものがありそうな気もするが、下手に足を踏み入れるのは危険。だと思ったのでやめておいた。何より私の目的、私の本当の目的は調査ではない。何しに来たのお前は。これは何鍵。 追ってきてないよな。追ってきてないんだよな。怖いよもう無理じゃないうわあ怖なんとか負けた。もう行こう。そのまま行こう。こっち行こう。で、まだ来んのもう来ないの。この回には来ないの。音がないって結構怖いな。これは破れたページ。情と結びつく性質を持つ。 この物質を吸引した人が強い感情を抱く。あ、感情と結びつく性質を持つのか、何かが。この物質を吸引した人が強い感情を抱くと体が侵食され、やがて原気を失う。じゃあ、俺、あ、そういうことか。じゃあ、あの、追いかけてきてる奴らってそういう奴らってことか。元人間だったりしたってことか。で、なんか感情と結びついちゃったんだ。これはええー。目を閉じてる間に進むだな。 そういうことか。あ四角三角。よくわからん。これ、やばそうだな。ほ。あ、オッケーオッケーオッケー。バッツは×はああ、なるほど。うーんなるほど。あいつはダイヤ。うん、システムがよくわからん。まあ、三角下げて、多分ここら辺もうまく使うんだよな。 システムがわからんぞ。ああ、なるほどね。全部が開いてる状態にしたいな。ってことか。これをやってこれやっても関係ない。もう目閉じてる。あいつだけ開いてる、今は。こっち押すと閉じた。あ、これか。これは、あれだ。多分ここの四角は、今、閉じてるやつが開く。で、開いてるやつが閉じる。 だな、これでこの×は逆これも同じでこれはこのこの三角は三角にだけ対応してるほう三角だけ孤立させたいところだなこの三角も三角えどうもしようなくないこうして でも見られたら多分やばいんだよね。ここ押すとこいつはなんで <laughs> なんで何にも。あのダイヤみたいなやつをいじれるように。だからダイヤだけ空いてる状態にしとくか。そうすれば右側行ったら。いや、通ってみる。いや、ダメージすげえ受けた。回復まと。あのダイヤが取りてんだよな。なんとかして。 でも、いける方法がない。ここ、攻略できるのかえ、でも、ダイヤだけ孤立するような、絶対。こうだもんね。これで多分、ダイヤさえいじれればっていう感じになってるはず。あー、逆走ができね。で、三角押すとあ、戻れるようになってる。あ、そういうことか、オッケーオッケー。じゃあ、この四角も何とかしなきゃいけねえんだ。は、むずいな。 で、これで三角も押しといて。なるほど、なるほど。大事になってくるな。うん。大事になってくる。で、さらに押す。これを使うわけか。だから四角と三角だけ状態にす、できれば、今の作戦でなんとかなる。だから今、ダイヤと、だからこれで三角開けて、閉じて、 あ、こうだな。こうだ、こう。あ、こっち側が閉じてる。いつの間にか。何したんだ、俺は。で、これダイヤをやると、これでいけんのか。で、三角。あ、オッケーオッケーオッケー。よくわからず言った。なんだろ。う。宝石のかけら。なんか溜め、溜まってる、溜まってる、なんか溜まってる。これ大丈夫溜まってって。感情がどうのこうのってやつ、これ溜まった。で、使うと、ああ攻撃手段になる。 で、戦えるようになんだあいつらと。あ、もう勝てるんだじゃあ。え、勝ったらどうすんの逆に。行けなかった場所は結構あるけど。まあ今、チャージ溜まってるから。宝石を手に入れた。もうこっち側とかって言っても意味ないもんね。よし。じゃあさっきのあいつらを倒そう。妹っているのかな本当に。俺って何なんだろう 誰かいるあ、てかここも行けるようになってる。まあ、一個一個。ごめんな。そういうことだから。え、復活とかするのお前、そのスタイル。復活とかするのかいや、しなさそうだな。したらやだもん。結構やだ。あ妹の姿が見当たらない。声も聞こえていない。やはりこの建物の中にいると考えたのが間違いだったのだろうか。それでも片っ端から探し回るしか方法はない。何としてでも妹を見つけ出す。 うん、探そう。俺もそのつもりだよ。全然。一緒に探そうぜ。ここ、出口ってこと何ここ。ああ、黒いやつになってる。もう、使えないんだ。誰かのメモ読渡り廊下の先の塔にある部屋で、珍しい光り方をする宝石のかけらを見つけた。この光を浴びていると心が落ち着くが、なぜか私の体は拒絶反応を起こす。 誰かに取られたら私の命が危ない。そんな予感がして鉄格子の奥に投げ捨ててしまった。なんでだよ。大まかに建物の中を見て回ったが最も気になったのは赤紫色の物体のこと。あれを触ったせいかわからないが体に色が染みついてしまった。あー、お前息苦しい。気分を落ち着かせないとどうにかなってしまいそうだ。お前さっき俺が倒したやつなのか。バケツ。バケツで殴ろうとして。ちょっと一回戻っていいかな。まだこの宝石の レーザーでいけてない場所とかあったならそっちが行っときたいみたいなとこはあるあー行けないんだここはでもえいあ行けるようになった下に戻れるえじゃあもう脱出もできんのかこれこういうシミとかもなんとかなったりはしないオッケーオッケー何なのこの宝石レーザーいろいろ説明してくれちゃんと1回は結構明るいなあてわけでもないのか987 でも一回なんて行けなかった場所ないよね、確か。もう進んでいいのかそれともこのまま帰るっていう。でもエンディングは一種類って書いてあったんで。まだ帰るわけにはいかないとか言うのかなあ、出られる。あ、そっかそっかわかったわかった。じゃあ、バケツに水を入れるんだな、これ多分。じゃあ、ここでバケツに水を入れてみよう。水入りバケツ、やっぱり。何かに使うんだ。オッケーオッケー。じゃあ、さっきの黒い扉まで戻りましょう。 いやでももう戦えるって分かりゃ。何でもないけどな。これ水をかけるとはまだは決まってないからな。おこれは鍵がかかってる。水入りのバケツでなんとかできるわけじゃない。えー、じゃあ、クール、お、トイレ。トイレからも水を手に入れることができたのかなもしかしたら。ええ、あ、そういうシステムなんだ。は。まあ、一応ちょっと待っとう。 一応ちょっと待とう。溜まるまで。登れる、降りれる。ベッドまず降りよう。ほう、ゴミ。ああ、ここ進めないな。レーザーでも効かない。下は地下室。なんか柵みたいのが、降りてる。じゃあ上に行くのが正しいのか。上行ってみよう。あ、屋上。なんだこの。 これ、レーザーも意味ない。え、なんだ屋上。あ、鍵。鍵だ。どっかの。どこの鍵だろう。え、どこの鍵だろう。そんなの。あ、ここか、まず。一番最初の鍵かかってた場所。開けた。まあ、あ一応宝石持っといて。絵の具錆取り。錆取り。錆びてた場所なんてあったか。うわー 待て待て待て、やられるくっそここまでやり直しかよあ、ここで、戻してくれたわ。いや、ちょっと、あの、サビ取り装備とかの下りがあって、<laughs> すいません。もう一回やり直します。いや、BGM ないから敵が来てたのかどうかも気づけなかった、俺みたいなもんは。来いよ。復活すんだろうえただまだ死なねえんだのこれ。もうちょい溜まるまで待とう。え、どうしよう。 サビ取りも。うわあ無理無理無理どうやって勝つこれ。わかったわかった。固めてサビ取りか。固めてサビ取り。と見た。サビ取りも一応できる。で怖っ。錆させて、Z サビ取り。いや、関係ないな、これ。関係ないわ。え <laughs>、どうやって勝つえ、結構きついぞ。意味わかんないもん。 どうすればいいのか。あ固めたらもう突破できんのか。そっちの作戦は見てなかったうわはめられんじゃん。外出た瞬間。BGM ないとほんとシュールなんだけど。いや、あとね、X で、あの、技使うっていうのが、慣れなさすぎて <laughs>、ってのもあるんですよね。ここサビ取りかな。あ、サビ取れた。あ、 このまま運べるよってことなんだ。この辺は何だほぉ、謎空間。こいつを動かせ、あ、ええこわいや、来んだよな。もうなんなんあいつ。まともに調べたりとかはできねえんだな。オッケーオッケー。やばそう、やばそう。どうしよう、どうしよう、どうしよう。どうしよう、どうしよう、どうしよう。ここ、どうしよう。 これなんか持ってくのかなどうしよう。来んのだもんな来るんだもんなあいつは。ここも来んのかこっちの塔には来ねえのかいやーもう、これはめられんだよな。どうすりゃいいどうすりゃいいこのゴミみたいなのをなんか使うんだよね絶対。あ、ここに乗せんのかあ、ゴミをどんどん乗せたりするゲームか ここに、いやー行きすぎ。ここに乗せとく。いつでも来ていいぞ。で、ここに自分とか乗るとかではないのか。あ、ここにも。てかいろんなとこ乗せれそうだな。ここに乗ってる。何が変わるんだろうな、これ。 何かが、絵が変わってたりすんのか、これ。謎解きちょっとむずくない敵に追いかけられないってわかりゃまあいいんだけど。ここに載せると何どこが変わってんのそもそも。あ、同じマークのとこに載せんのか。これ違うマークっぽいな。ほー、ちょっとわかんねえな。 やば。あいつ登ってきたりはしねえのか。なんだ、登ってきたりしねえのか。えーどうすりゃいいんだ。結構よくわからんぞ。これを、こいつは戻るようになってんだ。なんか坂道みたいになってんだ。え、どこに乗せりゃいいんだ。あ、重い袋をなんか持った、今。これを置いたりできんだ。 モテんだへえ重い袋どっかに載せようで何かをつくんだ俺は今からここに置くこともできる何をすればいいんだまあ、ここらへん置いとくヒントくれヒントえこの四角角みたいなやつをえマジでなんかヒントある 全部同じ場所とか、同じ模様なんてあったかここ置いとく。一回。ただ、どこがさ、どこの何が変わんのかも分かってないんだけど。上登って、あ、ここの上の場所はここか。で、この次は屋上。あ、これにすんのか。なるほど、なるほど。そっか、これか。写真撮っとこう。 OK OK。これを作ればいいんだね。言ってよ、先に <laughs>。そっか、あったわ、こんなの。じゃあ、簡単、簡単。まず、ここの荷物を持って、もう、できることは決まってるから、こいつらの役割は決まってるから、まず、やるべきことは、この中であるのは一番右だけ。うん。さっきのマークであるのが。 で、一番右やったら、あとは、まあ、これも確かにある。これでもいいのかも。で、こいつは違う。一番左かちょっと待ってね。こいつは何だったっけこいつは今、外枠二つをやってくれてるから、外枠はもういらない。ちょっと待って。いや、だよな。 一回上行って、降りて、そうそう。だから一番左だ、こいつは。よかった。もん全然意味わかんなかったわ。一番左に、これ持ってって、で、あれだね。この袋、をここですね。で、終わり。で、多分、多分だけど、あの、地下のシャッターが開いたんじゃねえかな。いや、それかも屋上が行けるようになってるとかではないから、 地下のシャッターが開いたと見るだから多分あの化け物地下に行ったんだ。で、スッてやって、開いてるよし。うわ怖。こっ。なにこれはかけた宝石あ新しいやつ。フック。ええええええ,えああ、来てないんだ。えなになになに化け物になろうとしてるよ。なんだのあ攻撃してくるってことあ今度はじゃああそこが攻撃してくるってことか。オッケーオッケー、そういうゲームか。 あ、ここか、次は。あ、やばい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 。やばい,やばい,やばい,やばい空間、やばい空間。いや、どこもやばい。フックで、え、何すんのこれ。かけた宝石。え、やばいやばい、無理じゃん無理じゃん。どうするどうする。ここ安全地帯。フックでなんかできんだ、絶対。こいつはここにいたやつはいるんかい。<laughs> いるんかい。あええ、あ、宝石がパワーアップしたから倒せるようになったんだ。 え、とはいえさ、フックで何するフック欲しいなって思うことなかったけど。今まで。まあ、いいか、ここら辺とか動かしちゃう。あ、そっか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 。え、屋上とかも関係ないよね。ちょっと、もうちょっと、めぐろう。トイレとかあ開けたりとかしないよね。なんだろ、うここ。あ、 こことかに使えたりはしないね。まあ、宝石、こうやって強くしていくんだ、俺。戦えるようになってるわ。まあ、じゃあ地下だわな、絶対。フック、どこに置くんだろう。フックの使い道がよくわからん。フックをなんとかしたい。え、このゴミ袋をなんとかしたいよな、でも先に。 やばいよね。フック何に使うんだマジで。あ、やばいやばいやばい、あいつ。ああなった時とかに攻撃するとか。ではないよな。できること何フックで。とりあえず面も全部集めてきたんで、ちょっと見ています。街外れにある無人の館。 そこにお化けが出るという噂があったりもするが、それより、この建物の周辺、ああ、ここは関係ないな。で、こいつがどんどんメモを集めてくれてるから、ソーラーパネルでやってる発電量、ところどころはぶ物体を見つけたぐらい、え、有益の <laughs> 4階には、書斎のような部屋と怪しい仕掛けのある空間があった、あの面とこか。書斎の方には異様に使い古されたノートがあり、気になって手に取ったら、ページが1枚破れてしまった。 何について書いてあるのかもよくわからない。怪しい仕掛けの奥に何か重要なものがありそうな気もするが、下手に足を踏み入れるのは危険。だと思ったのでやめておいた。何より私の本当の目的や調査ではない。4階で何か俺取ってないとかなのか。まあ、4階行ってみるか、じゃあ。 あの、目のとこだよね。いや、なんか、たびたび気になるものはあ,あったんすけど、ここ4階だから、あの、目のとこだよね。あ、違った。本とかも取れるわけでもない。あ、やっぱ目のとこだな。ここ目のとこなんだよな。これとかってどうやって開けんだろうっていう。なんもできんし、 フックで引っ掛けたりもできない。拾えたりもしねえし結局何もできねえよな。じゃあもう本当にあそこを戦うしかねえのか。フック何に使うのかマジで見当つかないんだけど。一応あの後とか全部の部屋とか見て回ったんですけど、使い方がわかんないっすね。扉を開けておいたりとかすんのかなとか、柵を開けておいたりとか、こういうここの柵とかあげたりすんのかと思ったけど。 なんかすんだろうな。やば、こいつら攻撃のタイミングとかあるからなんかやんだろうな、多分。フックなのかなまず。ええ、ええ、えええなんとかなんねえか、これ。やべやべやべ。ギリでフックじゃなくなっちゃった。もういや、一応やってみよう。いろいろ。攻撃できるわけでもねえんだよな。やばい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 。待ってみるか。これ待つのかな 耐えるパートなのかなこれ。耐え続けたらなんか起こるとかかなやばそう、やばそう、やばそう。赤くなった。やばい、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 やばい。いや、結局意味ねえもんな。あ、や,や,やばい、やばい、やばい、ばい。こうこう。あ、移動してきた、移動してる。なんか移動してる、こいつ。やばいわ、攻撃してきてる。 やっぱそういうギミックか、これ。なんかしてこようとしてんな。ちょっと待って、フックまで行きたい。動き始めたな。なになになに、どうすれい、どうすれあ、こっちにおびき寄せて、ゴミ袋をなんとかしてもらう作戦か、これ。やばい、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 やばい。いや、怖い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 。え、ゴミ袋をなんとかしてくれ、じゃあ、お前らで。え、なんとかできるゴミ袋。 一回耐えれるかやってみる。あ、やっぱゴミ袋なんとかしてくれんだ。ありがてえ。写真。で、これ以上は来れてない。じゃあ写真を見るね、一回。あー、床を開けているよ。これでフックを使うってことか。これは大事。そっかそっか、こういうギミックか。いや、動き出すとは思わなかった、到底悪いな、通してもらうぜ。 あの明かりみたいなのがあるところって、多分あれなんですよね。元の館の方だよね。こっち戻って。いや、一応宝石持っとくか。怖わで、写真を見よう。タイルが茶色っぽいところ。で、光がある。一番最初のとこかな。タイルはここ茶色くないから、 そもそもここじゃないってことだ。階層によってタイルが違うのかあれ1階のタイルかなここでもないな。あ、タイルが茶色っぽい。ここって可能性は大いにある。あ、だからか。ここら辺って感じってわけでもないか。この辺明かりがついてるから、2階は明かりがついてないからここじゃないってことだ。そういうことだね。あ、光ってるもんね。じゃあ1階なんだ、やっぱり。 ここだ。この辺どこだろうこの辺もう一回見よう。写真と照らし合わせると。あ、ここかあ、あった。<laughs> 入りましょう。いや、怖っ。どっちケイの次は。わあまたこの目か。結構長いな、このゲーム。鍵が必要。オッケオッケじゃあ、こっちってことになる。 あいつは目がいる。あ、これをやると、あいつが閉じるけど、一旦こっち行く。あっちには行けない。くら。うわー <laughs> いや、もう無理無理無理。勝てるか、こんな死んじゃった、死んじゃった。どう戦うよ。逃げよう、一旦。逃げて、これ押して、来てる。う、きてる ゾワってすんだけどやめてよ。で、で、で。来てるか。一回止める。よし。で、こっちが行く。で、こっちが行く。もう、なんかどこ行けばいいかわかんねえよ、今。どっから来る敵は。敵がいると俺、まともに戦えないんだよな。ここ押しとく。あー、これか。え、こいつと戦いながらそんなことできんて。うわー、もう無理無理無理。 えー、超強えやつ欲しい。怖い。もう。はい。で、三角を閉じて、全種類閉じさせなきゃいけないから、いや、一回逃げる。怖でももう入ったら瞬殺されんだよな、これ。いや、意味ねえんだよな、はめられんだよな。だからああいう逃げ方は良くない。ダイヤを閉じてる、今。え、でも、 ここ行ったらダメージ受けるだけだもんな。結局あいつを呼び起こさなきゃいけないわ。呼び起こさなきゃいけないんだ。ええー、怖まあ、頑張ってみよう。一回止める。で、三角行けない。で、三角閉じる。で、ここやると戻るんだよな。元の場所に。よしよし。で、ここら辺で、一回止めとく。で、三角行けるようになったら右行く。で、こっち行く。 いや、まだ溜まってない。四角も消しとく。こっ。で、来る、止める。四角のゾーン。うん、はぁ、どっち行けばいいかな。丸と四角があと必要だ待て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 、やり方がまだ分かってない。お、もう一回見よう、ここをちゃんと。丸、四角、三角。うわぁ、お前そっちから来んの。まだ溜まってねえんだよな。やべ、はめられる。 で、一回止めとく。で、こっちが行ける。ああ、あそこを止めたいところ。今は何もできん。ここああ、そっか、四角が。だからここに四角があんのか。くっそが。一回止める。で、四角が空いてるからこっちも閉じてる。三角開ける。あ、これで OK か。これで OK か。これで OK っぽいな。 これで多分閉じてんじゃねえかな、すべて。止める。よし。で、あとはあの、三つある場所までたどり着ければ。なんとか。あー四角。あ、ここに四角がある。じゃあもう勝ち角。はい。はい。よし。これでもうなんもないよな。で、牢屋。追っかけては来ない。あ、平成の石。マスターキー。 マスターキーキまあとりあえず平成の石でこれで倒せるってことでしょ開けれんのどっかマスターキーで戦おうとすんなお前キングダムハーツかよしクリアできそう平成の石で倒してやろうあいつうざかったから死ねええー、お前妹倒しちゃダメなの え絶対妹だったぞ、お前今の。誰かのメモ録。お前がいなければこんなことには、お前を。いや、そりゃ、そうか。何このお話、きつい。うわーきつい。え、マスターキーで、あ,あ、そっかそっか、あの、一番最初のとこか。この部屋入ってきた後の。 ああ、キラキラしてるやつを閉じさせて、で、ここ、あれこっちか。こっちだ。で、マスターキーで開ける。まあ、一応平成の石持っといて。誰かのメモ5。やっと逃げ切ることができた。私があいつの妹だなんて認めたことは一度もない。あいつのわがままのせいで両親が体を壊し入院して。 その責任まで全部私に押し付けて、私だけを働かせて。何があっても決して自分のせいだと認めようとはしない。だから私は逃げるしかなかった。あ、そうなの。俺が悪い奴パターンか。まさかこの建物の中まで追ってくるような狂気ではないと信じて追ってきちゃった。体の変色が広がり続けていて、体の変色が広がり続けていて息苦しい。お金は全く持たされていない。もしかしたら私の命はもう長くは持たないのかもしれない。 それでもあいつに働かされるだけの生活をするくらいなら私はここにいたい。さよならもう追ってこないで。うわ、追ってきちゃったよ。結局妹の姿は見つからなかった。見つかっただろう、最後に。メモを書いたのは誰なのか妹だよ。あの怪物の正体は。いや、そんなわけがない。妹はどこにいたんだお前狂ってんだって、何かが。お前が嫌だったんだって、妹。勝手に遠くへ行くなと何度も言ったはずだ。 なんで人の言うことを聞かないんだ理解できない。待っていろ。何としてでも妹を見つけ出す。見つけ出してどうしたいのお前。いや、怖いゲームだった。あと結構難かったっす。追う狂気。そっかそっか。この主人公が何なのかとか、妹がどうして、あの、化け物みたいになっちゃったのかとかは全然わかんないっすけど。妹はとにかく、 このお兄ちゃんから逃げたかったんだ。で、このお兄ちゃんのせいで両親もとか言ってたから、本当に多分やべえやつなんだ。いやー、BGM がないから、本当に淡々とした実況になっちゃったかもしれないですけど、意外と、この感じで意外と難易度が高かったかなって僕は思いました。謎解きみたいなのがちょっと難かった。てか、やっぱあの説明とか何もなくて始まるし、BGM も何もないから、まずどうやっていけばいいのかわかんないってのが、 難しし、かったしでもそのどうやってやっていけばいいかわかんないのがなんとなくやっていくうちに分かっていくってのがなんかいいゲームだなって思いました。とても素敵なゲームでした。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。